スキージのお家にやってきました。はい、こんにちは。はい、こんにちは。メニちゃんはカニパンを食べます。カニパン。今日はパパの幼少期をちょっとギリに聞いてみようの回でーす。はい。じゃあ早速質問させていただきますね。はいはい、いつもありがとうございます。はい、まずムニパパ、小さい時どんな子でしたか？おとなしい、泣き虫でおとなしい。泣き虫は、まあ、そうですね、まあ、泣き虫でおとなしいね。いない時とか泣いてたの？そう、もうすぐ泣いちゃう。そうだったんですよ。今では想像できない。そう、はい。ねえ、お前のがいいよね。そんなムニオくんのこと、ジジ大好きだと思うんですけれども、はい、このムニオとムニパパのちっちゃい時の似ているところを教えてください。もういろんな面でそっくりだよ。顔とかもあれ。顔似てるって言われますよね。似てる。あの写真があるんですよ。パパのね、ちっちゃい時の写真。じゃーん。うお、見える？見える。ちょっと反射するけどね。お前隠れちゃった、ね。すごい、でも見える見える。あのさ、このこれとかを見てるんですね。見せてくれよって。ねえ、かわいい。お前も見せてくれよ。かわいい、そっくり。はい、俺もそっくり。バーが登場。ありがとうございます。お前も記事でけね。反対に似てないところ。似てる、やはり似てる。ほとんどウリ二つ。うん、そう。でもちょっと太ってますね。そうそう。まあこいつもちょっとあの、はい、太ってる時もあったから。赤ちゃんですから。ちっちゃい時はね。だんだん大きくなってくるとやはり痩せてきくる。やはり。ね。やはり。分かった。ムニちゃんも痩せるもんね。ね。じゃあ次にもう一つ質問しますね。はい。あのよくフォロワーさんからジージ子育てすごい、お手伝いとかもすごいできてますねってコメントいただくんですよ。うん、昔も今のムニオみたいに子育て頑張ってらっしゃったんですか？あまりしない。あまりしない。おむつ替えはしたことあるけど。仕事が忙しかったからね。そうそうそう。すごい仕事頑張られてましたもんね。ね、あんまり家にいなかったんで。そう。仕事がいっぱいだったからだよね。そんなこともあって、ムニパパを昔、オーストラリアに留学させてたと思うんですよ。うん、なんでオーストラリアに留学させてたんですか？それは後輩が勧めたから。いい学校があるっていうんで、ブルスベンで全寮制ので行ったけど、良くない。あ、なんかね、よくないっていう、あの、まあ、よく社長、お金持ちの子供が集まって、うん、なんかあんまり勉強とかしない、設備はすごいけどね、なんかもう超音質の学校で、親父としてはそれはちょっと本望じゃないみたいな。そうなんですか。まあ俺もそうだなと思って、俺はワンちゃんいいかなって最初思った。えらいもん。そう、だからもうガチガチの大変な環境に行きましたよ。まあでも場所はシドニーだったよね。そう、そうなんですね、シドニーだったんですね。うん、食べるね。まあ、オーストラリアに、まあ、ムニパパをやったのも一つあると思うんですけれども、どんな人に育ってほしいって思って、まあ、育てられてきたのかなって。オーストラリアやはり世界をあちこち見た方がいいと思って、アメリカとかね、普通で。うちのパパがアメリカ行かせてたんだ。お兄ちゃんね。まあ、やはり日本ばっかり見たってダメだし、韓国なんか見たって仕方ないしと、うん、アメリカとかヨーロッパ行かそうと思って、たまたまオーストラリアに行かし、うん、
それ普通の人がみんながみんなできるわけじゃないと思うんです。ないよ、中高大っていけないよ。じいじ大変ですよね。はい、すいません。世界をいっぱい見て、多分心の大きい人、視野が広い人になってほしいなと思ったと思うんですけれども、そういうこと。果たしてその通りにムニパパはなりましたでしょうか。世界中どこだって、あ、初めは戻りたくないって言ってたもんな、お前。だけどやはりあのそばに近くにいてもらった方がいいと思うし、だから無理無理言うんだけど。心の大きい人、そう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 だから多分就職活動のタイミングで日本に帰ってこなかったら、多分俺は日本に帰ってきてないから。帰ってないね。そうだからまあでも良かったと思う。中高大大学まで行けたのは全然違かったね。そうやっぱ食べた。おいで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 。寂しかったですか、留学中はやっぱり。いや、そんなことない。あ、そんなことない、うん、まあもうね、学生なんだし、ね、もうが大きくなってきてたから。まあ、いろいろね、教育にね、熱心にされてきたと思うんですけれども、ムニパパ思った通りに育ちましたか。まあそうね、あの思った通り、まあ大体ね。大体大体具体的に教えていただきたいんですけど、どんな人に育ってほしいって思ってたんですか。要するに、向こうの教育を受けて、はい、日本とは違うあれを見て、やれ、まあ、普通のサラリーマンになってもらいたいと思ったから。なるほどですね、もう期待通りに。そう、外資系のサラリーマンになってもらいたいと思ったね。外資系か、日系だな俺。お前は日系だけど。なんか、ね、期待通りじゃないね。それはね。それはね。そうか、うん、外資系の企業さんもし何かあればよろしくお願いします。英語は喋れます。本当だよね、英語は喋れます。今度ムニパパが親になったことに対してどう思いますか。いやいや、これができてから本当に親になったんだなと思って。これができてね、本当のもうね、当たり前じゃない、ちゃんとお前も面倒見てちゃんとしてる。ムーニムーニムーニを。そんなパパになったムニパパに励ましの一言を言ってあげてほしいなって。励まし一言でもいいですね、はい、ごめんね、素直じゃなくて夢のな。どう思うの、俺が親になって、ま、胸をちゃんと立派な子に育ててくれってことです。ね、ね、イージみたいにさ、しっかり教育させてあげられるかわからないけど、ね、頑張ろうと思うよね。はい、うん、そりゃそうしてもらわないとね、お前、ね、困るよね。困るな、ね、冗談じゃないっちゃ。冗談じゃない、ちゃんとしろって。最後に一つ、ね、あのムニパパも今までジージにすごく普通じゃない教育とかもさせてもらったと思うので、うん、何か一言ジージに。あ、俺が、うん、ごめんね、素直じゃなくて夢の。まあ、そうだね、でもオーストラリアに行くっていうのはやっぱ一番の分岐点で、例えば行きたくなかったから。そうだよ、俺は、うん、別に英語好きじゃないし、なんか日本の友達と離れたくないし、俺結構泣いてたんだよ。だからもう行きたくないし、なんでそんな行かなきゃいけないんだみたいな。でも行って、高校、大学って行って、帰ってきて、初めてそのありがたみに気づいたね。ましてや、親になって、いやこんなの金銭的に絶対無理だろうとか。いや、すごいと思うし、なんか、そう、お金で買えない経験をね、お金かかったんだけど、お金で買えない経験をたくさんさせてもらったっていうのはすごいありがたい。今の俺の強みにもなってるんで、そういうところはありがたいなっていうふうに思います。言ってないけど。聞いてるよね、聞いてるよ、聞いてました、聞いてるよね。
よね。今日はじいじのお家に泊まるって。パパ頑張ってって言わなきゃダメだよ。ねえ、お家も8月にできるって。じいじはお前頭に会いに行くからね、お家にも来なさい、こっちも。はい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 、ジュース飲ましていいのか。熱い熱い熱い。はいはい、はいバイバイ。ありがとうございます。よかったらお前ね、チャンネル登録もよろしくお願いします。ねえ、ジュースジュースジュース。むに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 くーん、むにゅ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 くーん。